定する派か反対する派かでお話はしてもらいます。でそれに対して、オーディエンス、MC が、ジャッジしますね。最終的にどっちが良かったなっていうのを決定するっていう企画ですけど、前とは違ってメンツが変わってるんで、自己紹介を先にね、しようかなと思います。はい、まずはもういつもですけども、毎回助けてくれてます、トップランカー茂山君来てくれてます。よろしくお願いします。ベンチ上死んでいます。お願いします。では相手2期の射程なんで、そうだよね、射程2期支流あれもの弟レイヤです。ニューユニバースの汚れ役やらせてもらってるんですけど、倒れています。よろしくお願いします。ネルバースツッコミ担当アイトです。お願いします。今日はもう見たと結構慣れてる子たちなんで、しゃべれるのみんなしゃべりそうだと思います。そこが大事です。今回結構これ尖った質問もあるかもしれないんで、もちろんねこれ判断が僕になるんですけど、それやったら視聴者なんでもあるんで、コメントとかね、もしかしたらここで喋ったことがめっちゃ反応出てたらめっちゃ面白いよね。すごい炎上した、すごい炎上したかもしれないし、でもそれで俺らもね気づくことあると思うんで、皆さんコメントの方待ってますしね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、 YouTuber。 じゃあこのメンツで今日はやっていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。よし、じゃあどんどんいきましょうか。これ結構過去あるかどうかもわかんないですけど、いきます。2周こぼしても許すかどうか、2周こぼしは許すかどうか、いや一旦こぼしてるっていうところにどんどんいきましょうか。いきましょうか。肯定派と反対派、2周をこぼすのは許せるかどうかで、その後の意見はもうまた後に聞きますので、見てこれ結構悩んでるやん。じゃあ一回移動しましょうか。よろしくお願いします。はい、これ真ん中触ると悪いですか？ドロー。0100で一旦考えてどっちかに座ってなぜかっていう話だから、だけど許せないベースやこっちベースの、ベースはそうやね。いいですか、これ一旦よし決まりました。はい、許す派と許さない派です。これ面白いこの分かり方、許すっていう判断もあると。これ一旦聞きましょうか、どんな感じか。これどっちなの、このベースよく言われる許さない方いいんじゃないですか。やめたら一回こっちから聞きましょうか。こっちの意見で結構これが聞く斬新かもしれないし、どうなんでしょう。なんかちなみにご経験ありますか？許せません。過去あったけどちょっとこれ忘れましょうか。どんな許せない、なぜ最後絶対に許しません。絶対に許さない。根本的に一般社会では通用しないです。無性飲食になるっていうやつだね。無性飲食になっちゃうわけです。なるほど。ってなった時に許せないというか当たり前の話なんです。お金を使った分、それはお願いしたもあると思います。それでも OK をしたのは女性本人なので、なるほど、それは無理なら断るべき、確認した上で、はい、それはもうなおこぼしてしまったから許せない、はい、なるほど。だからそこはじゃあどうなんだって、モラル、人間社会としてそこは許せないところじゃないか。モラルを捨てたらダメです。なるほど、はい、じゃあちょっと強くもう一回言って許せません。ダメですダメ絶対、はいみたいですね。はい、ある？なんかカープ座ってるね2人。まあ2周は許せないですよね。こぼすっていうのは女の子のね、いくら持ってきてるとかオーバーしてるからこぼしちゃうってことやから、そこに行くコストもあかんなって思うし、実際こぼすのも良くないしって感じですね。こんな信頼も失っちゃう、難しいな。ここまで理由ないです。こぼしちゃダメです。あ、もうシェフに理由ないんだ。ダメだ、ダメだ、カメラに向けていいことないんで、ご利用は計画的にダメです。なるほど、よいしょ。ダメなものダメ。おお、なるほど。でやもその僕も一緒っちゃ一緒なんですけど、やっぱり女の子楽しんだ分それはお金を発生するんで、担当のことも考えてやっぱりそれはちゃんと支払うべきかなと思いますね。おお、ほなじゃあここの3人は一旦ベースで言うと無理はさせてたことはない。経験者もなるんだよ。あ、じゃあ経験上無理さしてこぼしてもうわけわからん関係になって自分も心情思いしてみたいな。あ、なるほど。だから今はもうなしの方がいいなの意見ね。あれレイヤーはなんか、いやむちゃくちゃはないですけど、ちょっと無理なお願いはそれはもちろんしたことはあって、その子はこぼさず払ってくれたんでそれが普通かなって思う。で逆にこぼすこの感覚がわからないというか、バカにしてる。あれちょっと領域感出たね。毎月電気代とかってそれも払うじゃないですか。それと一緒で使った分はちゃんと記日までに払うように支払いと。はい、まあここはちょっとモラル的な話が多かったね。聞きましたよ、結構聞きたいですね。気になる。どんな、まず顔とか聞こうかな。結構この話って多分賛成派も否定派も難しいと思うんですけど、まあどうしても人間なんでやむを得ないことだったと思うんですよ。突然病気になってしまったとか女の子がとかも考慮した上で、まあダメですけど原則ダメやと思うんですけど仕方がない部分もあるんで、その担当とお昼の信頼関係なんですけど許せないぐらいの関係性の人になるってやったら未就させないと思うんですよね。ほう、なるほどなるほどなるほど、前提なの。おお、いいねいいね。それぐらいの信頼関係だったら未就させないんで、まずまずやむを得ないことがあったのなら僕はまあ仕方がないかなとは思っちゃうんですね。でも前提だったら、かおちゃんはその信頼関係を築いてない限りに知らさせない。そうですね。今よくいいねって言ってた。いや、いいっす、いいっすね。今はまずこう未就って全部向こうに非があるわけじゃないと俺は考えてる。俺ら側にも必ずしも責任がゼロではないんで、未就でいいよっていう発言としたってあると思うけど、その時点でこっちも認めてる。だから別に飛ばされようが飛ばれようが絶対向こうが悪いわけじゃないし、若干の覚悟がある、若干の覚悟がある。だから未就でいいよって言っては飛ばれてもいいよぐらい感覚でやるし。はあ、なるほどね。まあでもそれ言うとは、まあもちろん信頼関係がないとできないことだけど、なのでおお、なるほどなるほどなるほど。ちょっと毎回「うん」っていうのやめて全員全員反対意見や。どうなのどうなのそれは。でも信頼を持った上でして何それと同時にリスクも抱えた上で僕は許せないですなお許せない。声入ってますどんどんなんかおかしいこと思い出す。すいません、もう絶対一周こぼさんでください。これさ一周絶対こぼさんでください。偏見なのかと思います。逆に許した自分になんか非がないと思わない。それもある上で許せない。めっちゃ嘘やん。めちゃくちゃやん。非ありながらも許されへん。やっとディベートっぽくなったよ今。許せない。それを許しちゃうと、まあちゃんと毎回払ってくれてる女の子もいるんで、おお、ちょっと申し訳ないかな。それが言いたかった。いいね。と思います。ああ、もういいじゃないか。いいよ。未就させる時点の話ですもんね。そう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 、未就させる時点の話。多分な、もう今許せないよ、ベースにやっても。これはちょっとじゃあ、もう一旦決めましょうか。はい、決めましょうか。決めます。ちょっとすみません。0100にできないかもしれないですね。これドローね。すみません、これ今回ちょっとディベートやのになんでやねんって思うかもしれないですけど、ちょっとごめんなさい。僕も全員の意見考えてもドローでした。ベースで言ったら多分2人もなしなんですよ。基本的には言うでしょ、こうしたらその許せる範囲のところを話してくれたみたいで、どうしてやっぱりモラル的なこれ許せない、ちゃんとしてほしいっていうところはやっぱでもベースはみんな一緒なんだなと思ったし、すごい良かったのが1人だけ許せるわけではないというか、他の人間が頑張ってる女の子は入金してるのにその子だけいろいかないでくださいこぼしてしまって、不甲斐ないという歯がゆい気持ちが多分生じると思う。信頼関係についてしてもらうものやから、まあ、それはできれば入金してほしいっていうのはあると思う。こう僕も聞いてたんですけど、両方の意見すごいだからこっちもうんって言ったらし、こっちもうんって言ったらし、ちょっとディベートで申し訳ないけどこれドローでいきます。あくまでエンタメです。そうそうそう、あくまでね、エンタメやね。これだけちょっと現実っぽかった。これだけちょっとほんまにね、毎回言います。もう相手だけの未就は計画的にねしてほしいですけど、絶対未就みんな止まっといてください。エンタメちゃうで、エンタメちゃうで、よろしくお願いします。今回はここまで。次回は別のお題でディベートを行います。お楽しみに。